ロバート・フランクリン・ストラウドは、アメリカ合衆国で、最も悪名高き犯罪者の一人と評される、殺人犯。レブンワース刑務所で週慣中に、蝶類の飼育、販売や研究を行い、蝶類学の著述家としても評価されていることから、移送先の刑務所の名前をとって、バードマン・オブ・アルカトラズの異名でも知られる。 ストラウドは1909年に投獄されて、以来、釈放されることなく、一生を、刑務所で過ごした。その生涯を描いた1962年の映画、終身犯は、第35回アカデミー賞に、ノミネートされている。その生涯であるが、アラスカ州で売春婦のポン引きをしていた18歳の、ストラウドは1909年1月、知人のバーテンダーを銃殺し、 12年間の懲役の判決を言い渡されている。週刊先でも受刑者や職員と頻繁に衝突し、1916年には監視を視察して、第一級殺人で有罪となり、公主刑を宣告された。しかし数回の裁判の後に、独房監禁での終身刑に減刑された。1920年、ストラウドは週監中のレブンワース刑務所の運動場で、 スズメの巣と負傷したサンバのスズメを見つけた。このスズメの世話から始め、その後数年のうちにはカナリアを約300羽飼育するに至っている。さらに、刑務所改革を進めていた、刑務所長から研究用の設備を与えられると、ストラウドは鳥類に関する研究の幅を広げ、カナリアの病理のタイトルで執筆した。この執筆内容は密かに、 レブンワースから持ち出され、1933年に、初版が、1943年には、審判が出版された。ストラウドの研究は、蝶類病理学、特に出血性排血症疾患群の治療の分野に、貢献し、蝶類学者や畜産農家の間で多大な敬意と、それなりの同情をも集めることとなった。こうして、ストラウドは習慣の見ながら、 ビジネス的に成功し、姉妹には独房にある設備の一部を利用してアルコールを密造するようになる。これが発覚すると刑務所の職員らは激高し、1942年12月19日にアルカトラズ連邦刑務所へ移送されることとなった。1943年アルカトラズでストラウドを診察した精神科医のロムニーエム・リッチーは、 知能指数112の精神病室と診断を下している。アルカトラズでは規則により、蝶類の飼育を許可されず、また研究設備を奪われたことから、ストラウドは、刑罰の歴史に関する執筆を行っている。1959年、ストラウドは、ミズーリ州、スプリングフィールドの連邦刑務所収容者、医療センターへ移送されると、 1963年11月21日に死亡するまでこの地で余生を過ごした。死後はイリノイ州メトロポリスで埋葬された。書術家のカール・シファキスはアメリカの刑務所で自己改善と社会復帰に努めた、おそらく最も有名なケースがストラウドであろうと評している。1890年、ストラウドはワシントン州シアトルで生まれた。 母親のエリザベス・ジェーンと父親のベンジャミン・フランクリン・ストラウドの間で生まれた子供の中では最年長だが母親と全夫との間に二人の姉がいた。父親は虐待癖のあるアルコール中毒者だったことからストラウドは13歳で家出をしている。その後18歳になる頃にはアラスカのコード場でポン引きとなっている。 その地でバイシュンフとダンスホールの荘演者として働いていた36歳のキティ・オブライエンに出会う。そして、同州のジュノーに渡り、ストラウドはオブライエンのポン引きを行うようになった。19歳になる直前の1909年1月18日、知人でありバーテンダーの FK、チャーリー・フォンダーマーと喧嘩の末、銃で撃って死亡させている。その経緯だが、 フォンダーマーは売春の代金を踏み倒した挙句、オブライエンを殴り、さらには、オブライエンの娘の写真が入っていた、ロケットペンダントをその首から引きちぎったとされる。ストラウドは、警察署に出頭し、狂気の銃を提出して実施している。警察の報告によると、ストラウドは、フォンダーマーを殴って気絶させた後に、至近距離で銃を発砲したという。 ストラウドの母親は弁護士を雇ったが、ストラウドは1909年8月23日に、古殺で12年間の懲役が言い渡され、ピュージェットワンのマクニール島にある、連邦刑務所に収監された。なお、アラスカには、当時、州法に基づく、司法権がなかったため、ストラウドの事件は、連邦の管轄となった。 1912年頃の1853番こと、ストラウド・ストラウドは受刑者、番号1853として登録された。ストラウドは、マクニール島で、最も暴力的な囚人の一人だった。しばしば仲間の受刑者や職員に反目した。ストラウドは、自分が、台所から食べ物を盗んだことを報告した受刑者を、刺したと言われている。 ストラウドが脅迫して、モルヒネを奪おうとしたことを、刑務所の本部に報告した病院の従業員に、暴行を加えたこともあった。麻酔剤を密かに持ち込む計画に関与した受刑者を、刺したとも言われている。1912年9月5日、ストラウドは暴行でさらに6ヶ月の懲役の判決を、言い渡され、マクニール島から、カンザスシュレブンワースにある刑務所へ移送された。 1916年3月26日、ストラウドはカフェテリア担当の監守のアンドリュー・ F ・ターナーから小さな規則違反の懲戒を受け8年間会っていなかった弟ととの面会の権利を取り消されることになった。ストラウドは15センチメートルの飛び出しナイフでターナーの心臓を刺した。ストラウドはこの視殺事件により第一級殺人で有罪となり、 裁判官により、公主刑が言い渡された。この判決は控訴で覆されることとなった。1917年5月28日の2度目の裁判でも有罪となったが、死刑ではなく、終身刑となった。その後、ストラウドを死刑にすることを望んでいた、ジョン・ W ・デイビス商務長官が、自発的にコンフェッション・オブ・エラーを提出した。 ストラウドは1918年5月に3度目の裁判を受け、6月28日に再び公主刑の判決が下った。ストラウドの母親がウッドロー・ウィルソン大統領に懇願し、死刑執行の8日前に処刑は中止となった。ストラウドへの刑罰は終身刑に減刑された。レブンワース刑務所の所長の T.W. モーガンは、ストラウドが、 暴力的であるという評判から原型の決定に強く反対した。モーガン所長は大統領を説得して、ストラウドはもともと独房公金で死刑を待つ、身だったのだから、中止された処刑が執行できるようになるまでその条件を優先させることを約束させた。ウィルソン大統領下の司法長官のアレクサンダー・ミッチェル・パーマーは、 ストラウドが余生を独房抗菌の下で過ごすことを確実のものとした。1920年代頃の17,431番こと、ストラウド1920年、レブンワース刑務所に収監中のストラウドは、運動場で、スズメの巣を発見した。ストラウドは、巣の中にいたサンバの負傷したスズメが、成長になるまで育てた。 受刑者は時折カナリアの購入が許可された。ストラウドはカナリアを集めるようになり、カナリアを育てて、世話をすることに時間を費やした。ストラウドはカナリアを売って、母親の生活の助けにすることができた。ストラウドによれば、カミソリの歯と爪を道具にして、木箱を材料に、最初の鳥籠を作ったという。それから間もなく、 レブンワースの運営体制が変わり、ウィリアム・ビドルが所長になった。ビドル所長は、レブンワースが、先進的な社会復帰を促進する、刑務所であると示せる、可能性を感じ、ストラウドに、鳥類研究のための鳥籠や化学薬品、文房具を与えた。刑務所の来訪者は、ストラウドの鳥類飼育所を見せられ、その多くが、ストラウドの飼育するカナリアを購入した。 ストラウドは数年にわたって3ビアッパほどのカナリアを独房の中で育て2冊の書籍を書いた。1933年の6万字に及ぶ論文 d i g ージス・ s of c a n ズ a r i e s は密かにレブンワースから持ち出された。1943年の審判ストラウド S Digest on the Diseases of b r s は情報が更新された。ストラウドは 蝶類病理学の分野においていくつかの重大な貢献を果たし、特に出血性排血症疾患群の治療で大きな成果を上げた。ストラウドは蝶類愛好の分野の中で敬意とある程度の同情を集めた。ストラウドの活動は刑務所の運営にとって問題も起こした。規則では刑務所で操縦する手紙はすべて目を通して コピーを取った後に承諾を受けることになっていた。ストラウドが、鳥類関係の事業に没頭したことで、この手紙の規則を果たすためだけで、フルタイムで働く、事務官が必要になった。その上、ストラウドが飼育していた鳥はほとんどいつも独房内を自由に飛ぶことが許可されており、数多くの鳥が飼育されていたために、ストラウドの独房はひどく不潔になった。 1930年代後半の17,431番こと、ストラウド1931年、ストラウドの事業を中断させ、飼育していた鳥を排除しようとする動きがあった。しかし、ストラウドと彼の文通者相手の一人であり、鳥類研究者でもある、インディアナ州のデラメージョーンズが、新聞や雑誌にストラウドの話を知らせたことで、事業を中止は、 失敗に終わった。大規模な手紙運動と5万人の署名が書かれた探願書がハーバート・フーバー大統領に元に送られ、これによりストラウドは鳥の飼育を許可された。刑務所は過密状態だったにもかかわらず、ストラウドに鳥を飼うための二つ目の独房までも与えられた。しかし、手紙を書く権利は大きく縮小された。ジョーンズとストラウドは親密になり、 これによってジョーンズは1931年にカンザス州へ転居し、ストラウドと新しい事業を開始した。調類用の薬の販売である。刑務所の職員たちは、ストラウドの活動にうんざりしており、ストラウドの活動が評判になると、より一層、ストラウドをレブンワースから追い出そうとした。しかし、ストラウドはカンザス州の法律に、 カンザス州で結婚した受刑者の移動を禁止するというものがあることを発見した。この目的のため、ストラウドはジョーンズと代理結婚した。刑務所の管理者たちは激怒し、ストラウドは妻との文通を禁止された。ストラウドの結婚に狼狽したのは、刑務所の職員だけではなかった。ストラウドの母親も結婚には激怒した。ストラウドは、 母親のエリザベスと親密な関係にあったが、母親はジョーンズとの結婚に強く反対していた。女性というものは息子に面倒事ばかりを起こすと信じていた。母親は以前はストラウドにとっての強力な擁護者であり、法廷闘争の際はストラウドを援助してくれた。しかし、その後はストラウドの仮釈法に反対するようになり、 ストラウドにとって、刑務所から釈放されるための大きな障壁となった。母親は、レヴンワースから転出し、その後は一切ストラウドと接触しようとしなかった。母親は1937年に死亡した。1933年、ストラウドは、ディジージスオブカナリーズの売り上げから、一切印税を受け取っていないと著書で宣伝した。出版社は、その報復で、 刑務所長に苦情を訴え、その結果、ストラウドをアルカトラズへ移送する訴訟が起こされた。アルカトラズ刑務所では、鳥の飼育は禁止されることになる。しかし、結局、レブンワースで鳥の飼育とカナリアの販売業を続けることが許可された。ストラウドはその後の数年間、トラブルをほとんど回避していった。しかし、研究用という名目で導入された。 設備の一部が、実際は、アルコール製造のための上流器具として使用されていた、ことが明るみに出た。刑務所の職員たちはとうとう、ストラウドを、レブンワースから追放するための口実を手に入れた。ストラウドの危険な成功と独房の衛生状態に、関する長年の懸念を理由に、ストラウドをアルカトラズへ移送するための訴訟を起こした。 アルカトラズ刑務所の所長のノートにある594、AG ことストラウドの1942年の写真と情報アルカトラズ刑務所のストラウドの独房1942年12月19日、ストラウドはアルカトラズ連邦刑務所へ移送され、受刑者番号594として登録された。ストラウドは、 レブンワースから移されて愛する鳥たちと別れることになるのを前もって知らされておらず、出発のわずか10分前に移送の通知が来たと言われている。鳥と設備は、ストラウドの兄弟のもとへ送られた。アルカトラズ刑務所の厳格な規則により、ストラウドはこれまでの仕事を続けることができなくなったためである。それから、ストラウドは6年間隔離されて収監され、 さらに11年間は、病棟で拘禁された。1943年、ストラウドは、精神科医のロムニー・エム・リッチーからの診察を受け、知能指数112の精神病室と診断された。アルカトラズで習監されていた間、ストラウドは2点の原稿を表した。自伝のボビーとルッキングアウトワード、A History of the U.S.Prizon System from Colonial Times to the フォーメーションオブザビューローブプリズムズである。裁判官は、ストラウドには物を書き、書いた原稿を保有する権利があるという決定を下していたが、その出版を禁止するという刑務所長の決定は、指示した。ストラウドの死後、原稿の書き写しが、ストラウドの弁護士であるリチャード・ m イングリッシュの元に送られた。アルカトラズでは、ストラウドは、 同性愛者であるという噂が注目されていた。父親がアルカトラズ刑務所の監守だったドナルド・ハーリーは、ストラウドの周囲に人がいるというのは稀なことだったが、そのような時はいつも、ストラウドは注意深く観察されていたと述べた。その理由は、ストラウドは明らかに同性愛の傾向があったことを、刑務所の職員たちはよく知っていたためだったという。ハーリーは、 著書の制作のために元受刑者とインタビューを行った。元受刑者は、ストラウドが常に隔離習慣されていた理由は、ストラウドが、気象の荒い同性愛者だったからだと聞いたことがあったという。1963年2月、ストラウドは、映画、終身犯で、ストラウドを演じたバートランカスターと面談した。ストラウドはその映画や元となった書籍を読んだことが、なかった。 また、自分の仮釈放を阻む原因の一つが、自分が同性愛者であることだと述べたという。ストラウドは、アルカトラズ刑務所週監中に、図書室の利用を許可されており、法律の勉強を始めた。時折、監視の一人とチェスを強じることも許された。ストラウドは政府に対して、自分の長い刑期は、アメリカ合衆国憲法修正第8条で、 禁止されている残酷で異常な刑罰に相当すると、請願した。1959年、ストラウドは健康状態の悪化により、ミズーリ州、スプリングフィールドの連邦刑務所収容者、医療センターへ移送された。ストラウドの釈放のための試みは成功しなかった。1963年11月21日、ストラウドは、 連邦刑務所収容者医療センターにて73歳で生涯を終えた。生涯のうち54年間ずっと刑務所に収監され、そのうちの42年間は隔離収監されていた。晩年にはフランス語を勉強していた。ストラウドは、イリノイ州メトロポリスの近くのメイソニック共同墓地で埋葬された。ストラウドはしばしば自分の死は、 世界中で大きなニュースとなると断言したが、それは現実にはならなかった。1963年11月21日は、ジョニエフケネディ大統領暗殺の前日であり、ストラウドの死についての告知は、少数の新聞の裏ページに掲載されただけだった。1959年頃のストラウド・ストラウドは、アメリカ史上最も有名な犯罪者の一人と考えられている。 ロバートに意味は、ストラウドには、優れた知性があり、鳥類学者や著述家として一級の人物になったが、極めて危険で、驚異的な精神病室の人物でもあり、監守や仲間の受刑者からは嫌われ、信用されなかったと述べた。しかし、晩年には、以前より、好意的に見られており、ベッカー判事は、ストラウドは、慎み深い性格で、もはや社会への危険がなく、 鳥類への真の愛情を抱いている人物と考えていた。ストラウドは知名度の割に犯行については注目されなかったが、特にその理由となったのは、ストラウドの犯行に明確な原因が存在したためである。カール・シファキスは、ストラウドは独学で鳥類の専門家となった遺災を放つ人物であり、アメリカの刑務所での自己収容と社会復帰の例として、 最も有名なものかもしれないと表している。ストラウドは、鳥類学の分野で貢献したため、鳥類飼育者や、養鶏業者の間で数千人もの支持者が現れた。支持者たちは、ストラウドの釈放を望み、コミッティ2リリースロバート F ・ストラウドは、長年ストラウドを、刑務所から釈放するための運動を起こした。しかし、ストラウドは、 国家公務員を殺害していたため、隔離週間の刑罰が取り留めになることはなかった。1963年、カリフォルニア州で、ジョン・ F ・ケネディ氏の運動を行っていた、若き弁護士のリチャード・ M ・イングリッシュは、ストラウドを釈放させようと行動を始めた。イングリッシュは、ハリー、S ・エストルーマン元大統領と面会して、援助を求めたが、トルーマンは断った。イングリッシュは、 ケネディ政権の高官たちとも面会した。イングリッシュは、ストラウドの最後の写真を持っていった。写真のストラウドは、緑色のバイザーを身につけていた。刑務所長は、ミロコウのフィルムを刑務所に持ち込んだことでイングリッシュを起訴しようとした。これにより、高官たちは、ストラウドのために行動を起こすのを拒絶した。ストラウドの死から間もなく、 原稿を含むストラウドの私物は、最後の法廷代理人であるイングリッシュのもとへ、届けられた。後に、イングリッシュは、その一部を、全米オーデューボン協会に譲渡した。ストラウドの墓ストラウドは、トーマス・イー・ガディスの1955年の書籍、バードマン・オブ・アルカトラズの題材となった。ガディスは、 刑務所での反受刑者の構成を熱心に指示しており、ストラウドを好意的に描いた。この書籍は、ガイトロスパーにより1962年の映画、終身犯に本案された。監督は、ジョン・フランケンハイマーが務めた。バートラン・カスターが、ストラウドを役で出演し、架空の刑務所長を、カール・マルデンが、ストラウドの母親を、セルマリッターが演じた。しかし、 アルカトラズ刑務所の元受刑者たちは、本物のストラウドは、書籍や映画で描かれた、ストラウドよりも、もっと陰険で、危険で、不快な人物だったと述べた。そのうちの一人は、ストラウドは、残酷な殺人者だったのであり、ストラウド役のランカスターは自分たち全員に、謝罪すべきだと思うと語った。アート・カーニーも1980年のテレビ映画、アルカトラズ、 ザホールショッキングストーリーで、ストラウドを演じた。同じく、デニス・ファリーナも1987年のテレビ映画シックスアゲンストザロックで、ストラウドを演じた。音楽の分野では、1977年の犯罪についてのコンセプトアルバム、罪なる舞踏で、アルカトラズ刑務所のワードマンというインストゥルメンタルの題材となった。参考文献、ありがとうございます。